木星の軌道円の小惑星。ハンガリア軍は上側左端の密度の濃い領域である。メインベルトの角は赤色で示されている。ハンガリア軍は太陽の周囲を1.78から2.00、天文単位で公転している小惑星である。通常、軌道離心率は0.18以下と低く、軌道傾斜角は16度から34度、軌道周期は 約2.5年である。木星と9、2、火星と3、2で軌道共鳴している。この族で最も大きいハンガリアから名前が付けられた。メインベルトでは最も内側に位置する。ハンガリア軍の小惑星の大部分は E 型小惑星である。表面は明るい眼科軌跡でアルベドは0.30以上と、高いが直径が小さいので双眼鏡で見ることはできない。 例えば最も大きいハンガリアでも直径 20km に過ぎず、ハンガリア軍はアマチュア用の望遠鏡で見える最も小さい小惑星となっている。ハンガリア軍の小惑星の起源はよくわかっていない。木星と4、1の共鳴関係にある2.06天文単位の軌道にある天体は非常に扁平で不安定な軌道になり、カークウッドの空撃の最内側を形成する。 この4-1共鳴の内側では、軌道傾斜角の小さい小惑星は、木星よりも火星の重力場の影響を強く受け、火星による雪道により、火星の軌道平面から大きく外れているもの以外は、長い時間をかけて4-1のカークウッドの間劇の内側に追いやられることになる。この過程により、4-1共鳴より内側に残された小惑星は、 小さな軌道離心率と大きな軌道傾斜角を持つことになる。しかし、現時点でも、ハンガリア軍のいくつかの小惑星は、火星横断小惑星となっており、この過程の途上にある。火星の軌道の長期的な変動は、ハンガリア軍の小惑星の移動の大きな要因で、あると信じられている。小惑星の昇降点が、火星の演説点の後景に近づくと、 小惑星の軌道離心率は大きくなり、軌道は不安定になる。そして数百万年の時間をかけて、短命のアモール軍や地球横断小惑星となる。以下は、ハンガリア軍以外の E 型小惑星。ありがとうございます。